次に関係一郎君。はい、関係君。はい、よろしくお願いします。自由民主党の関係一郎でございます。質問の機会を与えていただきまして、厚く御礼申し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。まず大臣の所信表明の中で、世界一安全な国日本を作り守るですね、これはやっぱり一番重要な対策でありますから、大いに期待をしてまいりたいと思います。この点について何点か質問させていただきたいと思います。ちょっとダブりますが、テロ対策ですね、やっぱり今回シリアにおけるですか、邦人殺害テロ事件は決して許せない非道で卑劣な行為である、断固非難する次第であります。でこの度のですね、事件を通して、テロ事件がですね、対岸の火事のようなふうに思っていたわけですが、我が国も標的にされる。ですから、いつテロ事件にですね、国内外に関わらずに、邦人が巻き込まれ、犠牲になるかわからないような時代を迎えたのではないかと、このように考えるものでありまして、ですから、テロを未然防止に向けた、水際作戦ですか、この徹底、そして厳格な入国審査が求められるわけでありますが、大臣としてですね、その辺の今までのこの事件の前と後での認識といいますかね、ご決意についてお示していただきたいと存じます。はい、上川大臣。テロの問題について、一言ではない状況が起きているということ、そして多くの皆様も犠牲になった方もいらっしゃるということで、大変残念に思いますし、そのテロの脅威ということについて、この事件の発生を踏まえて、しっかりと取り組んでいかなければならないというふうに考えております。今チュニジアでも事件がございましたし、また日本人も海外の中でそうした標的になるということもあり得るという時代ということになりましたので、そういうことにつきましてさらに力を入れて取り組んでいかなければいけないというふうに思っております。特にご指摘の通り、さまざまな水際作戦というところにつきましては、これまではも、またこれからも、さまざまな関係する機関としっかりと情報を共有し、連携をしながら、そしてその対策を進めていく、このことについては、これまでもそうでしたけれども、さらにそのことについて引き締めていかなければいけないというふうに思っております。先般のシリアにおける邦人殺害テロ事件の発生、さらに日本国民を名指しして危害を加える旨のメッセージが出されているということ、また今般、チュニジアにおいての邦人が犠牲となるテロ事件が発生するということでありまして、なかなか予測がつかない事態が起きているということでございます。私は入国管理、あるいはさまざまな、これテロにかかる、情報収集、いずれの分野におきましても、その安全安心ということを、少しでも、マイナスになるような事柄については、にならないようにと、気を引き締めて、取り組んでいただきたいというふうに思っておりまして、こうした指示をそれぞれの、折々の中でしているところでございます。この未然防止については特に入国管理のところについては、特にテロリストの入国を阻止するということが非常に大事であるということでございますので、そうした情報収集も含めて、その情報を生かした形で、未然防止に全力で取り組んでまいりたいというふうに思っております。はい、委員長、関係君。大変心強いわけでありますが、どうか一つよろしくお願いを申し上げたいと思います。そこでですね、やはり入国審査の中で、やっぱり要注意人物の、リストといいますか、この情報とか、あるいは個人識別情報ですね、つまり情報収集する、テロリストなのかどうなのかというですね、そしてそれを分析する機能、これがやっぱり極めて私たちは重要だなと思うんですね。でそういう意味で、この度インテリジェンスセンターですか、が設置されるというわけでありますね。出入国管理情報企画官というわけでありますけれども、これは私、非常にですね、この役割は大いに期待したいとご考えておりますが、
先ほど公安調査庁の役割もご答弁されたわけでありますが、公安調査庁の役割とインテリジェンスセンターの役割っていうのが、もうちょっと説明いただきたいし、やはりこれは重要なんで、機能の充実すべきだなと思うんですが、この辺についてのお考えを示していただきたいと思います。入管がやるの？入管の立場から。いや、じゃあ井上局長どうぞ。失礼いたします。インテリジェンスセンターのご指摘でございましたが、これは入国管理局の中にそういう組織を設けるということでございますので、私の方から少し答弁させていただきます。入管当局におきましては、水際におけるその上陸審査等の場において個人識別情報、指紋等を取得するして、そのきちんとした措置を行っているわけですが、それにあたりましては、さまざまテロリストに関する情報の集積というのが前提でございます。それで基づきまして、要注意人物のリストを充実させ、それを的確に弾いていくという作業をしているわけでございます。その関係でいきますと、本年1月から、新たな取り組みといたしまして、乗客の予約に関する記録、PNR といいますけれども、この飛行機に乗ってくる乗客が、どのようなその旅券航空券の買い方をしたかというような情報が含まれておりますので、単に本人情報だけではなくて、同行者の情報でございますとか、どういう経路で来たか行くか、そのような情報もこれから取れるようになってきてまいります。そのようにさまざまな情報の収集を増やしていくということ、もちろん警察当局と要注意人物の情報をたくさん持っているところとの連携を強化して、さまざまな情報を集め、それをインテリジェンスセンターにおきまして、その専門の職員、専門的知識を有する職員を専従させて、これを分析して、それを現場に流して、確実にその排除できるようにしていくと、そのような観点から、インテリジェンスセンターを作って、これを動かしていこうとしているところでございます。今後とも制度的にも体制的にも情報の収集分析機能の強化を図ってまいりたいと思います。公安庁はいいの？ないね。公安庁なんかいいことありますか？公安庁、杉山次長。公安庁といたしましては、テロ対策といたしまして、テロの未然防止のためにテロ関連動向などの把握に努めているところでございます。で、インテリジェンスセンターとの関係で申しますと、当庁におきまして、テロ一般のあるいは個別のその情報収集をして、それにつきましては入管当局と情報共有をしながら、入管に資する情報であれば入管に提供して、それをインテリジェンスセンターの方で役立てていただくと。で、他方当庁の調査に役立つような情報を入管当局の方から共有させていただくというようなことで進めていくものというふうに認識をしております。委員長。関係君。この役割大きいと思いますが、やはり特定するためには情報ですから、ここは力入れてですね、ぜひお願いしたいと思うんですね。で、一方オリンピックに向けて2000万人の観光誘客をするというね、こういう中で見てみますと、日本人の出入国ですか、帰国審査は合理化をして、で、外国人の場合の出入国審査もさらなる迅速化をこう一方で目指すわけですね。で、今のようにこう厳しい水際の、厳格な入国審査もやるということですから、これ非常に難しい現場は難しいと思うんですが、ただこれ避けて通れませんから、この点に関しての何か対策って対応って言いますか、あればお示していただきたいと思います。はい、井上局長。委員ご指摘のとおり、入国審査はその厳格にするという要素と円滑にするという、相反するものを両立させなければならないという使命を負っております。そこでは先ほど申し上げましたインテリジェンスセンターにおけるですね、情報の分析機能を強くいたしまして、やはりその慎重に時間をかけて審査すべき人物と問題のない人物の情報をなるべく分けてですね、それを現場における審査に当てはめることによって、問題のない人はなるべく早く入っていただくと、危なそうな人は少し慎重に質問させてもらうと、
そのような仕分けをすることによって両立を図っていきたいと考えてございます。はい、はい、関係君。あの過去の履歴のある人ばっかり来るのではなくて、テロ集団で、まあ、グレーゾーンのような人がね、おそらく送り込もうと思うと送り込んでくるわけでありますから、これくぐり、いかにくぐり抜けるかという知恵道なんか、そういう場面で、やはりそういう意味でのインテリジェンスセンターの役割は大きいと思いますから、公安調査庁と連携組んで、まさに水際でしっかり抑えていただくよう、強く要望を申し上げたいと思います。次に行きますね。次は大臣、実は所管があれなんですが、安心安全、世界一安全な国、日本を作り守るという中で、ちょっと気になるのがですね、資料を用意しましたが、実は火災件数の中で、実は放火に限ってちょっと調査しましたら、日本全体のですね、火災件数は48,095 件なんですね、全体で。その中のですね、放火の件数がなんと1割以上あるんですね。5,090、これ、毎年これ、減少はして、かなり ご努力はされてるなと思っているんですが、しかし25年をベースに考えますと、5,093 件の放火件数があって、なんと、死者数が311人なんですね。いや、これは私はびっくりしましてですね、じゃあ、この、まあ、件数から、警察庁にお聞きしてね、どのぐらいのが、まあ、犯人として特定されたっていうんですかね、これを認知件数っていうんですけれども、なんとこの平成25年、5,093 件の中で認知されたのが1,086 件。そして亡くなった方を確認し、まあ、特定されたっていうんですかね、が311人の中で16人なんですね。こういうようなデータがありまして、まあ、非常にいわゆるその現行犯でないとなかなかつかめないっていう、非常に難しい課題があるなと思うんですね。まあ、しかしながら、このままではいかがなものか、本当に国民の生命財産を脅かす深刻な問題なのではないかと。一方では常備消防と消防団を国家予算をかけて火災から守ろうってやってて、火災は放火してるんですね。まあ、ですから私はですね、まあ、犯人の特定、そしてこれを検挙、これにやっぱもう少しですね、力を入れて、やっぱり放火したら捕まえる、ね、こういうようなね、対策をやっぱり力入れてやるべきだと思いますが、一つお示ししていただきたいと思います。何をしましょう。警察消防警察庁露木長官官房審議官。お答えいたします。放火犯罪は個人の生命身体財産に重大な危害を及ぼすとともに、地域住民の生活の平穏を著しく害する凶悪犯罪であります。このような認識のもとで、警察におきましては放火事件発生時には迅速な初動捜査活動を行いますとともに、警察本部の捜査一課あるいは鑑識課等の捜査員を投入した捜査体制を構築いたしまして、現場鑑識、引き込み捜査、防犯カメラ画像の収集解析等により犯人特定のための捜査の徹底を図っているところでございます。警察といたしましては、放火犯罪を殺人、誘拐、強盗等と同等の重要犯罪というふうに、まあ、グルーピングをいたしておりまして、国民の安全安心を確保するために引き続き犯人の早期検挙を図るための諸対策に、取り組んでまいりたいと考えております。はい、委員長。関係君。刑法の中にですね、現住建造物等放火第108条ですね、これは殺人と同じレベルでありますから、死刑または無期もしくは5年以上の懲役だとあるんですね、同じレベルに。ただ人が住んでいないとか、人がいない建物とっていうのは非現住建造物等に入って、これも放火、こうなるとドーンと落ちるんですね。それから建造物等以外の放火、これになると、
まあ本当に刑が低いっていう、まあその放火は同じ火のつけ方なんだけれども、この3つに分類されて刑がこう分かれてるんですね。だから私これ火をつけるっていうのは行為そのものがね、これはもっと重いんじゃないかなという、まあ、法律がこうなってますが、でそういう感想は持つんですけれども、それでは実はこれは平成22年から26年までの殺人と現住建造物等放火によってこれはの刑ですね、殺人で、これを容疑者としてですね、亡くなった事例で1002人、そのうち有罪されたのが972、そのうち死刑が10人、無期懲役が51年、30年以下が32人とこう続いてるんですね。現住建造物等放火の、まあ、これ宗教寺院ですからね、容疑者ですか、694人で、有罪が受けたのが676人、死刑はゼロなんですね。これ平成22年から26年の間ですね、死刑はゼロ、無期懲役は1人だけ、30年以下も2人。全くこの殺人、放火によって殺人してもですね、殺人となんとなくその結果軽いかなっていうのが感想、あくまでもこれ感想なんですが、まあまあいずれにしても放火そのものを生命財産を奪う、ね、5000件も出て300人も亡くなっている。ところがそれでじゃあ26年のですね、いや25年1年間の現住建造物等放火調査対象事件数が105件しかないんですよ。まあこれは過去にまあなんて言いますかね、犯罪を犯して有罪になるんだから数年かかりますから、25年に放火した犯人ではありませんが、でまたこの数字はちょっとお願いして手作業で探った、ちょっとレベルはあまり高くないんですが、一つの事例として105件、該当事件数105人のうち、3人が有罪判決になった。そのうち無期懲役が1人、死刑はゼロですね。件数も少ないんですね、これ。ですから私、大変この放火に対して全体の火災の1割が放火で、大体300人近くが亡くなっていて、ところが、これを特定する、検挙する、裁判に持ってくるまではどーっと減るんですね。まあ、野放しになっちゃってるんですかね。まあ、ですからもう少しね、このやっぱり放火は、まあ、死刑に相当する極めて厳しい軽量なんだと。やっぱりもう少し、なんて言ったらいいんでしょうかね、そういったことを、きちっと国民に伝える、ダメですよ、これが抑止力の一つにやっぱり刑が重いからすべきだっていうふうに思うんですが、何らかのこの点について対策をね考えるべきだと思うんですが、いかがでしょうか。最高裁か、最高裁今崎刑事局長。お答え申し上げます。有罪判決で言い渡されます量刑というのは、委員ご承知のとおり、個別の事件ごとにそれぞれの事件に応じまして、裁判隊が法と証拠に基づきまして、最も適切と判断した結果でございます。つきまして、その当否について事務当局からお答え申し上げることは差し控えさせていただきたいと存じます。ただ、現住等建造物放火事件というのは、これはいわゆる裁判員裁判の対象事件でございます。従いまして、刑を決めるにあたっては、裁判官のみならず、裁判員の方と評議と称する中で、議論を尽くした上で判決に至っているはずでございます。まあ、その際には、裁判官からは、その現住建造物放火のこの法定刑、あるいはその犯罪の性質や危険性等につきまして、十分にご説明をした上で、判決に至っている、このように考えているところでございます。ただ、この裁判員裁判における評議のあり方、あるいは量刑のあり方につきましては、その裁判所の中でも、今もずっと議論をしているところでございます。今後ともこの点については、議員の間、裁判官の間で議論が尽くされるように、
そのような場を作っていきたいと考えております。委員長。はい、関係君、時間は終了しました。時間になりましたんで、あとはもうやっぱり予防しかありませんね。予防、消防、抑止力、ありとあらゆる方策を考える、やっぱ街頭のカメラであったり見回りであったりですね、ここに全力で力を入れて、どんどん減ってますけれども、ますます放火件数を下げる、そして検挙率を上げる、絶対許さないというような考え方で対応していただくよう要望を申し上げ、終わらさせていただきます。ありがとうございました。